これもしょうもないま、しょうもないな。これもう、マシュマロってなんだっけって感じですよね。マシュマロってあの、一応ね、質問箱みたいな感じで、何か質問があった上で、何か返して、質疑応答があるっていう、情報共有の場だったはずなのに、もうこれはそういう概念をぶっ壊してるんですよ。もうこれはクソマロとかゴミマロとかじゃないですよ。これは、ネクストステージって呼んでますけど、こういう感じのマシュマロは。多分マシュマロのね、記念館ができるんですけど、近々、わかんないけど、多分飾られますよね。ネクストステージ、新たなマシュマロの概念の扉を開いたっていうのがあると思いますね。うん。いやー、そうだな。他何があるかな。何を撮ったかも忘れてますけどね。いやー。でも懐かしいですよね、いろいろ。そうだな。マシュマロもね。ヨーグルトってさ。え？ヨーグルトってさ。なに？ヨーグルトって何億匹ものビフィズス菌が生きたまま腸に届くんだぜ。なんかキモいよな。なんだよお前。なに？え？マシュマロ？何お前？なんだよ。おい。突然変異って知ってるか？突然変異？何？数千、数万、そんな膨大な数の中でごく稀に生まれる通常と異なるもの、それが突然変異。それがなんだよ。まだわからないのか？腹立つなこいつ、なんだよ。俺はお前に届いた数万のマシュマロの一つが突然変異した姿なんだ。気持ち悪いな。マシュマロ突然変異すると喋んのか。突然変異するってなんだよっていう。じゃあ声でかく。名前はマイケル山本。それはちょっとよくわかんないけど。ついにこういうマシュマロも生まれちゃうってことですね。半年もやってると。気持ち悪いな。名前はマイケル山本。うるせえなこいつ。ちょっと、音量バランスとかそういうのはいい。反抗的だな。なんでお前が上の立場みたいになってんだよ。いや、マシュマロ、まあ、ちょっとよくわかんないな。これちょっと想定外ですね。お前悪いことは考えるなよ。何がだよ。間違っても俺を国に売ろうとか考えるなよ。いや正直混乱しすぎてその発想に至んなかったけどね。まあ、いやでも国もいらねえだろお前みたいに気持ち悪いし。なんだよお前。お前俺の悪口はいいけど国の悪口はやめろよ。今のお前の悪口だよ。お前国に悪口言ったら来なくなるぞ。いやお前の、何が来なくなるんだよ国の悪口言ったら。内閣の企業案件。そんなもんはねえよ。なんだよ内閣の企業案件って。あ、ダメだこいつ会話ができない。ちょっと待って、やばいですよ。もう半年したらこんなの、もうついに生まれましたね。化け物の子ですよこれが。ちょっと、こいつの方がイケボとか言うんじゃねえお前ら。アリってさ。は？アリ？なんだよ。アリって、ビル10階の高さから落ちても死なないんだぜ。なんか、すごいよな。もう黙れよお前。なんでさっきからその中途半端な豆知識は。その、おーってなんねんだよ。なんか、くらいなんだよ。弱いんだよ。しょうもねえよ。ドゥヒン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 。それはなんだよ。笑い声。気持ち悪いよ。お前。なんだよ。最近、マシュマロに感謝してるのか？マシュマロ、いや、マシュマロ感謝してるし、いや、マシュマロ送ってくれるファンとか送ってくれなくてもファンの人たちにはいつもね、感謝してるよ。感謝してるよ。そろそろ長いって言われてるよ。早く喋る。いや、なんだよ、その浅い問答は。もう一歩踏み込めよ。なんだ、今の時間。何も生まれなかったわ。感謝があるってだけで、満足したよ。なんだ、BGM。お前なんか薄くなってねえか。薄くなってねえか。なんだ、お前。マシュマロの本質は、質問に対して回答者が答えればマシュマロは消える。え、あんま消えるのか。いや、君はもう俺の問いに答えてくれた。あ、消えるんだお前。いや正直何にも悲しくないけど楽しかったよ。何にも感動も何もないけど、無駄に BGM だけ壮大っていう。なんだよこれ。なんだよこれ。こんな歴史なかったろ。お前半年記念でこういう方だったらこういう感じだと思われるだろ。お前と通称取らねえよ。ずっともじゃねえよ、うるせえな。いかつすぎんだろ。いや、帰るわ、こんな奴が待ってたら。
お前、ロケット鉛筆式にハピトリからガク君が除去されてんじゃねえか。かわいそうだろ。やめてやれよ。お前どこ座って、お前どこにいんだよ。炎上、やばいだろそれは。満面の笑み浮かべてんじゃねえよ。それ炎上ってか殺害予告まであるからやめろ。本当にやめとけ。過去を汚すな。あのいい名場面を汚すな。何にもエモくなくなっちゃうからこの先。もう思い出しちゃうからアーカイブでお前の存在を。増えるな。お前一刀や一お前の手は守り続けろ。それでなんで無表情なんだよお前。楽しそうなの僕だけじゃねえか。無駄に恥ずかしいわ。なんだよこれ。なんだよこの企画。クソだな。あ、もう終わり？あ、もう消えたのかな？質問答えて。あ？あ、あ、あ、もう消えるから、僕の代わりに、僕と一緒に挨拶してくれるってことかな。半年、本当にありがとうございました。本当、そうですよ。え？うんうん。そうですね。まあ、マシュマロには本当にね、お世話になってますからね。いや、まあ、これからもね、一緒に、うん。頑張っていきたいですね。まあそういう形で会話できるのはいい機会だったのかな。不思議な縁ですけどね。いやもうマシュマロともどもこれからよろしくお願いしますっていう感じですね。うん。いやー消えちゃった。え？あれ？あれ？もう消え、え？おい。まあ俺は突然変異して生まれた個体だから少し体が薄くなるだけなんだけどね。え、消えねえのかよ。もういいよ。どうも、ありがとうございました。いやー、ちょっとね、悪ふざけでしたね。いや、うん。よし、ちょっとね、あのね、僕はね、好きなんですよ。なんかこういうのが。ただ、やる相手がいないから、もう、悲しすぎますよ。もう自分でやってるんですよ。自分で動画撮って、もうタイミングも測りかねてますけど、自分で、何ですか、この謎の努力は。いやー、もうね、まあ、あれですね。最近ふざけてなかったんで、割と綺麗だったんで、一番ふざけたかったっていうのがあって、ちょっと音量すごいちっちゃかった。ごめんなさい、ごめんなさい。まあまあまあ、いいよいいよ。まあね、ふざけたかっただけなんで。まあそんな感じでね。半年記念でめっちゃふざけるやつ。はい、まあね。まあそんな感じでね。まあ、一個一個何かしらのね、技術を習得しながらね、ね、自作自演もね、クオリティを上げて、うん。そんな感じでね、剣持ちではね、半年過ぎましたけどね、まあまあまあ、まだまだ始まったばかりですのでね、これからもどんどんやっていきます。走っていきます。ということで、うん、皆さん、ありがとうございました。また会いましょう。あっさってかな？うん。スッキリもね、ぜひ見てください。ということで、お疲れ様でした。剣持ちでした。バイバイ。いい夜を。